ニューバーンの戦いは南北戦争初期の1862年3月14日にアンブローズ・バーンサイド巡将のノースカロライナ終遠征の一部としてニューバーン市近くで行われた戦闘である。バーンサイドの率いる北軍海岸手団には北大西洋封鎖戦隊から武装艦船が従っていた。対抗して守る南軍は ローレンス・オー・ブランチ事将の指揮するノースカロライナ軍と民兵隊だったが勢力で劣り訓練も足りていなかった。守備隊はこの戦闘よりも随分前に設けられていた強壁の背後で戦ったがその前線には中央に弱点がありそこを北軍兵の攻撃で突かれた。前線のその中央が突破された時民兵隊の多くが崩壊し南軍は 総退却を強いられることになった。ブランチ将軍は30マイル離れたキンストンまで退却してやっとその部隊の統制を取り戻すことができた。ニューバーンは北軍の支配下に入り、それは戦争の残り期間も続いた。ノースカロライナ州、ニューバーンはニューズ川右岸にあり、パムリコサウンドに出る河口からは約37マイル上流にあった。この川はその付近では、 かなり広くサウンドまで入ることのできた幹線なら十分に川を遡上できる深さがあった。植民地時代のニューバーンは開港として大変重要だったが南北戦争当時ではモアヘッドシティやボーフォートがその地位にとって変わっていた。それでも鉄道がニューバーンを通って海岸と内陸をつないでいたのでまだ軍事的には意味のある目標だった。 少し上流のゴールズバラでこの鉄道がウィルミントンウェルドン鉄道と交わっており南北戦争の期間を通じて南軍の北バージニア軍に対する供給線であり続けることは重要であるもしニューバーンが北軍の手に落ちたならば南軍の供給網における重要な継ぎ目が切れることを意味したノースカロライナ州のこの地域は低地かつ平坦であり 湿地があちこちに見られる。1862年当時は大半が松のソリンで覆われており、ところどころ落葉樹のある低い丘が谷で分けられていた。多くのクリークが横切っており、ところとして小さな川のレベルになっている。その中の一つであるトレント川がニューバーンとその南部とを分けている。他にもニューズ川を16マイル下ったところに、やや小さいスローカムクリークがある。 ここが攻撃側の北軍上陸地点となった。この戦闘全体はニューバーン市の占領は別として、この二つの流れの間の陸地で行われた。鉄道は森土で敷かれており、川から内陸1マイルあたりでは、切り通しもあった。線路と川の間には、ニューバーンとモアヘッドシティや防風ーととをつなぐ軍道があった。当時の道路は舗装されておらず、北軍兵は、 苦しむことになった。ノースカロライナ州がアメリカ合衆国から脱退した後、州の防衛については、リッチモンドのアメリカ連合国政府からほとんど無視、されていた。当初リロイ P ・ウォーカー、後にはジュダ・ P ・ベンジャミンが指揮を取ったアメリカ連合国陸軍省は、訓練が行き届き、装備も最善である部隊を重要性が高いとみなしたバージニア州での作戦に投入した。 1861年8月にハッテラス島が北軍によって陥落させられた時、州内全海岸を守るためにわずか6個連隊しか使えなかった。ハッテラス島の当時でも海岸防衛は指揮系統のためにいくつかの地区軍に分けられていた。ルックアウト岬近くからバージニア宗教にかけての北部は、 DH ヒル事務所に任され、ヒルは守備隊の数がいくいくは増やされるものと考えて、ニューバーン周辺に防衛線を敷いたが、その望んでいた、増援部隊が到着する前に、バージニア州での任務に転属となった。その直後に、ローレンス・オー・ブランチ事務所が引き継いだが、その地区軍は再度分割された。ブランチの統率範囲は、ルックアウト・岬からパムリコ・サウンドの北限までとなった。 そこから、バージニア宗教とさらにその北は、ベンジャミン・フーガー事務所に割り当てられ、フーガーは主に、バージニア州ノーフォークとその周辺の防衛に関心を、向けた。このことは特に、パムリコサウンドのすぐ北にある、クロータンサウンドとロアノークサウンドの間の、ロアノーク島は、ブランチの統率範囲に含まれないことを意味した。1862年2月7日から8日。 バーンサイドが指揮する北軍海岸師団と海軍将官ルイス・ M ゴールズボロ指揮する北大西洋封鎖戦隊から編成された砲艦戦隊の共同作戦でロアノーク島が陥落した。この戦闘後すぐに北軍の砲艦だけでエリザベスシティの水上戦でアメリカ連合国海軍のモスキート戦隊を消し去った。その後間もなくゴールズボロは ハンプトンローズでの任務に転戦するためにこのサウンドを離れなければならなくなり、艦船の直接指揮は海軍中佐スティーブン・シーローワンに預けられた。エリザベスシティの戦闘後は、北軍がアルベマールサウンドやパムリコサウンドを意のままに動き回れることになった。これらサウンドから接近できる都市や町はすべて攻撃を受ける可能性が生じた。最も重要な都市は、 ニューバーンであり、バーンサイドは、間もなく、そこを取ることに決めた。ニューバーンの戦いでの防衛戦、1862年3月14日、ニューバーンの重要さはバーンサイドにとって、明らかでないのは、リッチモンドのアメリカ連合国政府も、同じだったが、南軍はそこを確保するためにほとんど何もしなかった。ロアノーク島が陥落してからバーンサイドが、 ニューバーンに攻撃をかけられるまでに1ヶ月以上経過していたが、地元の部隊には援軍が届かなかった。ブランチ将軍の副官の一人は、その防衛線を守るために少なくとも6130名の兵士が必要だと見積もったが、ブランチの自由に使える兵士は約4000名に過ぎず、それも病気で減らされることが多くあった。さらに、 部隊兵の多くは装備の行き届かない民兵だった。必要性と現実の間の落差のために、ブランチはその防衛線を引くことになり、前任者が作った強固な強壁のいくつかを放棄することになった。主要防御線は13門の大砲がニューズ川を向いた工作物であるトンプソントリデを基本とする線になった。このトリデは強固だったが、 陸側から接近された場合に13門の大砲の内わずか3門しか使えなかった。ヒル将軍が作ったトンプソン砦の強壁は川から鉄道の方向にのみ伸びていた。それは戦闘の中心となったレンガ工場の右手で止まっていた。そのさらに右手の土地はかなり硬く側面を襲われる可能性があったので。 ブランチはそれを鉄道を越えて沼地まで延長することに決めた。このために防衛線の長さがほぼ2倍になった。しかし、前線への配置で重大な誤りを犯した。防御線の延長を急ぎ、労働力が足りないためにイライラが募ったブランチは、小さなクリークをその前線の一部として使うことにした。このクリークは、レンガ工場から150ヤードほどの地点で鉄道と、 交差していたたそれゆえににに壁の線のの線中央に白の地に曲ががる場所ができた北軍海岸師団の兵士たちは1862年3月11日に、ロアの奥島で輸送船によじ登り、翌朝早く14隻の海軍砲艦及び1隻の陸軍砲艦に伴われて出発した。海軍艦船のうちの1隻がバムリコ川川口の護衛に派遣されており、 そこでは南軍が2隻の艦船を準備して、海軍の保護から離れてくるかもしれない、輸送船を遮断するというような、誤った噂が流れていた。主力は、パムリコサウンドを横切ってニューズ側に入り、夕暮れ頃にスローカムクリーク川口近くに停泊した。3月13日の夜明け、軍隊は上陸を始めた。上陸を阻止しようとした南軍の小部隊は、 砲艦からの砲撃ですぐに駆逐され、午前中は兵士と装備を下ろすことに費やされた。不評体とともに海軍用榴弾砲6門と陸軍用榴弾砲2門が下ろされた。バーンサイドは天候のために他の大砲を敵の前線近くに下ろすことに決めたが、深い霧が降りてきて他の艦船との通信ができなくなった。 結局残っていた大砲は揚陸されなかった。正午少し過ぎに北軍は南軍前線に向けて移動し始め、ほとんど同時に雨が降り始めた。道が間もなくぬかるんできて、単なる歩行ですら大きな労力を必要とした。不評とともに、榴弾砲を伴う砲手たちは間もなく大砲を運ぶために疲れ切ってしまい。 不評連隊の兵士たちがそれを助けるために派遣された。不評たちの多くは、この戦闘の中でもこの時が最も大変な時だと回想した。陸軍がゆるりと進行したので、砲艦はその少し前を進み、南軍が待ち伏せていそうなところを砲撃した。その日遅く、北軍は南軍の強壁の線に到達した。それは難航不落に見えたが、 近づいてみると放棄されたばかりであることが分かった。海岸師団は、間もなくその行軍を再開した。クロータンワークスを出た後は、ジョン・ジー・フォスター准将の第1旅団が、右手の軍道をたどり、ジェシー・リー・リの殉賞の第2旅団は、左手の鉄道線に沿って進んだ。ジョン・ジー・パーク准将の第3旅団は、第1旅団の後を追った。 北軍は南軍が守るトンプソン砦の防御線から約1.5マイル手前の前哨戦に接触するまで前進した。日照が衰えてきていたので、バーンサイドは停止を明治行軍隊列のまま路栄に入らせた。第1旅団は右手の道路近く、第2旅団は左手の鉄道線近く、第3旅団は第1旅団の後方にあった。旅団砲は 翌朝3時まで到着しなかった。3月14日の朝、戦場は深い霧に覆われた。バーンサイドは部隊に隊列を組ませ、南軍の防御戦に向けて前進を命じた。この時、北軍は敵の配置について完全な情報を得ておらず、その知る限りでは、前線が川から、レンガ工場までしかないということだった。この知識のままで、バーンサイドは、 第一旅団に敵の左手と交戦させ、第二旅団はレンガ工場で敵の右手に回り込むことにした。八門の榴弾砲は軍道を越えて配置された。第三旅団は予備隊とされた。陸軍は港湾中佐指揮する砲艦からもおぼつかない支援を受けた。港湾は南軍の陣地を砲撃したが、魔の森に視界を遮られていた。 その砲撃は大いにノースカロライナ人を悩ませたが、不正確なものだったので、バーンサイドは公安に方向を変えてくれるよう求めた。一方南軍側では、ブランチがその連隊を配置につかせた。そのトンプソン砦にある左翼から、右手のレンガ工場まで、第27、第37、第7をび、第35ノースカロライナ連隊が並んだ。予備隊は、 第33連隊だった。第35連隊の右側面は、レンガ工場の窯で止まっており、大砲のための隙間になっていた。鉄道を越えた、防御線は、第26のースカロライナ連隊と、騎兵数個中隊が占めた。鉄道のところにできた、クノアザ型の場所の隙間は、ブランチの部隊の中でも最も弱い、2週間訓練、されただけで、 三段銃や狩猟用ライフル銃で武装した民兵が、ついた。南軍の右手に向かったリノ将軍は、この時も、敵の防御線が鉄道を越えて伸ばされたことに気づいて、おらず、第21マサチューセッツ連隊の一部に、レンガ工場の釜に攻撃させ、他の部隊は、その支援を行うよう命令した。その攻撃は最初成功したが、敵の前線から銃火を浴びていることがわかり、 撤退を余儀なくされたバーンサイドがこの時予備隊としていた第3旅団にリノの第2旅団を支援するために戦線に入るよう命令した。第4ロードアイランド連隊が弾薬を使い果たしていた第21マッサチューセッツ連隊と入れ替わった。その配置を入れ替わる間に第4ロードアイランド連隊のアイザック・ピーロードマン大佐は第21マッサチューセッツ連隊の ウィリアム・エス・クラーク中佐からもう一度レンガ工場の窯に攻撃すれば成功すると思うと告げられた。ロードマンは伝令をパーク将軍のところに走らせて自分が責任を取ることを伝え、その連隊に隊列を組ませて突撃を命令した。この突撃は敵に関する情報でしっかりと武装していたので成功した。第4ロードアイランド連隊は9問の 王道制野砲を捕獲し、しかも、南軍残豪戦の背後に回っていることが分かった。この時点で、南軍の前線が破れた。その崩壊は経験のない民兵たちが逃げ出し、その両横の部隊側面が敵軍にさらされた時に始まった。ブランチはその予備隊に隙間を埋めるよう命令したが、その部隊は間に合わなかった。前線が両翼で巻き上げられ、 れ連隊長は、虐殺を免れるために次々と部隊を退かせた。ブランチ将軍が撤退を命令し、それは、間もなく、階装に変わった。逃げるノースカロライナ兵は、トレント川に架かる橋を駆け抜けて、ニューバーンに入り、大慌てで橋を焼いたので、対岸に残された領有もおり、捕虜になった。しかし、北軍の艦船がまだ前方にいたので、 ニューバーン市内に入っても安全ではなく、キンストンに達するまでその体系を整えることができなかった。ブランチの部隊は、戦士68名、負傷116名、捕虜、または、不明が400名となった。バーンサイド軍は、戦士90名、負傷385名であり、ただ一人が、捕虜になった。ニューバーンは陥落し占領された。そこは、 南北戦争が終わるまで北軍に支配された。戦闘後すぐにバーンサイドは次の重要な目標である、ボーフォートの港を支配することに注意を向けた。そこは、メイコン取りで守られていた。南軍は、モアヘッドシティを守らなかったのですぐに北軍に占領された。ボーフォートは3月25日に占領され、メイコン取りの包囲戦が始まった。 客中で使われている略語の説明、ありがとうございます。